嫌いの港も、かつてはこんな風に栄えていた。あの時代は、開拓への自信が町の人々、そして、世界を動かしていた。船で海路を、車輪で陸路を制し、人々は、戦乱や衣食住に悩まされることなく、愛と平和を育んでいった。日に日に高くなる建物のように、人々は自信に満ち溢れ、みんなが理想の実現を信じていた。あの夜景にきらめくビルが見える。あのビルは、当時天空に最も近いと言われた場所。あの頃人々が望んでいたのは、近くの衛星だけでなく、果てなき宇宙との共鳴を実現すること。彼らは高い理想を掲げ、彼方の地に思いを馳せ、未知なる世界へ足を踏み入れることを願った。当時の人々には夢があり、実現させるだけの力もあった。けれど、その夢は、ソノラの中でも現実でも、私はこの街を自分の目で確かめたことがない。どうやって街が作られ、繁栄し、滅びたか。あなたが教えてくれたのよ。これは、あなたが過去に経験した出来事。この街がどう発展したかを語るとき、あなたはいつも微笑んでいた。もしかしたら、いつかこの街での出来事が重要な手がかりになるのだと、あなたは気づいていたのかもしれない。ここは、滅亡1時間前の嫌いの港。災害発生1時間前が、私の演算で再現できる限界なの。私たちが前へと進めば進むほど、ここは滅亡に近づいていく。テティスシステムの再調律データは、悲鳴が起きたあの瞬間のものなの。私たちに、歴史を変えることはできない。過去の歴史であろうと、未来の歴史であろうと。この物語の中で、あなたは何を経験したの？それは、どんな感覚だったのかしら。テティスシステムからの指令じゃないわ。私が知りたいだけ。教えてくれる？